まず横山敦史議員に発言を許します横山敦史議員議案第1号平成28年度藍澤鎌市鎌市一般会計予算歳出の部第3巻民生費第1項社会福祉費第2目障害者福祉費地域生活支援事業費について伺います私の 明らかにしたいことはこの事業がこれまでの事業と整合性が取れるのかということでありますまず本事業の内容そして導入の根拠及び背景について説明願います県国支部長、えー、お答えいたします 事業内容、事業導入の根拠、そして背景ということでございますけれども、えー、平成27年3月に第4期の障害者福祉計画を策定いたしました、その策定の前段といたしまして、国の方から基本指針が示されたわけです、まあ、これがあのいわゆる法的根拠となるものでございますので、ちょっと読ませていただきます。 市町村または各都道府県が定める障害者福祉・圏域において、平成29年度末までに、障害者の地域での生活を支援する拠点等を少なくとも1つ整備することを基本とするということでございました。これに基づきまして、市は計画を策定し、目標値を設定したわけですけれども、平成29年度までに地域生活支援コーディネーターを1名以上配置する。 それから緊急一時宿泊支援の提供宿泊居数を1室以上設けるという内容でございます。でこれに基づきまして、背景にもなるわけですけれども、障害者障害のある方の親元からの自立、そして親亡き後の生活のため、グループホーム、それから各種サービス利用の支援およびグループホームの体験利用。 緊急時の短期入所利用等の調整を行うコーディネーターを配置しようとするものでございまして、当初予算に計上させていただいたということでございます横山市議員、えー。具体的には、えー、コーディネーター,、えー、地域生活支援コーディネーターの、えー、1名以上の配置、えー、ということでありますが、えー この本事業は、えー、これまでも、えー、障害者支援センター、カムカムというのがありまして、そのカムカムにおいても、えー、なされてきている事業に非常にこう近いのではないかという認識なんですが、えー、そのこれまでカムカムの中で行われてきた事業と、今回の地域生活支援コーディネーターの役割というものは、 どういうふうに分担されますか健康,健康福祉部長はい、お答えいたします、えー、カムカムこれまで相談業務を行ってきたわけですけれども、えー、障害者あるいは障害をお持ちの方の家族の方からのいわゆるあらゆる相談に対応してきたのがカムカムでございますで、先ほど背景として えー、親亡きあと、それから自立というあのご答弁申し上げましたけれども、あの今、えー、特にですねあの障害をあ、精神的な障害をお持ちの方、それから知的な障害をお持ちの方の、えー、親御さんがかなり高齢化しております、えー、従いまして、えー、その高齢化されている親御さんが今、その子どもさんを介護してきているわけですけれども、 高齢化に伴いまして、介護がなかなか難しくなってきている、あるいは、えー、いわゆる親亡き後お亡くなりになった後の支援をどうするかという相談が実際に増えておりますので、その分について特化するために、地域生活支援コーディネーターを配置して、事業の区分けを行うというものでございます。えーまあ、最初の入り口はカムカムムで受け付け付た後 これはあの親なき後あるいは自立というあの地域支援生活コーディネーターの範ちだということでございました場合には、そちらの方につないで支援をしていくという流れでございます横<上>山筋議員。精神障害を持っている子どもさんの、その親御さんが亡くなられた後のまのそういう支援、そして その障害を持った方の自立支援ということの今、ご説明でしたけれどもその、障害を持っている方の親御さんのその辺のこの高齢、まあ、になってきているとは思いますけれども、その辺のこの実態というのは、どういう状況に今、えー、なっているのか、あるいは今後、どういうふうなこう実態がこう予想されるのか、示してください。 健康福祉部長お答えいたします、えー、あの手帳をお持ちの方の,あのその親,親御さんの、まあ、年齢構成について、えー、調べてみましたところ、えーまあ、いわゆる親亡き後とということを考えまして、まあ、70歳代以上の親御さんがどのぐらいいるかということを調べますと198世帯。 の方が、えー、喫緊に、喫緊にといいますか、えー、親,親なき後あるいは自立ということを考えなくてはいけない世帯だというふうに認識してございます横山厚、まあ非常に多いですよね、まあ、これから非常にこう親なき後の障害者のこと、非常にこう心配ですよね、そういう背景、よくわかりました、それで、まあ、そういうその親なき後の障害者の自立ということについて、 カムカムがまあ入り口になっていくということではありますけれども、その後、その地域生活支援コーディネーターとどのようにこう連携していくのか、まあいた,だいた資料によりますとかを、今まで点、線であったものをこう面的な整備をしていくということでありますけれども、この辺の、えー、有機的な連携、カムカム、今までやってきた事業との有機的な連携について説明してください健康福祉部長。 お答えいたしますあの、まあ、この国で示した指針の中ではあの私どもが選択した面的整備とそれからあの施設を一つにするという整備がございます、まあ、それはあのグループホームの中にすべての機能を集約してそこでやるということでございますけれども本市にその状況を考えてみた際になかなかあの施設を整備するというのは事業所の側でも難しいということがございますので 有機的につなぐ面的整備を会津若松市としては選択したということでございます、それは医療機関ですとかあの、これまでの障害者のさまざまな日中系、それから訪問系、居住系といったサービスとの連携、それから既存の相談事業所との連携を図るという中で行っていくということでございます。横山市議員 医療、グループホーム、それから訪問、居住系、さまざまなところの連携強化を図る役目としてのコーディネーター、これ、非常にこう役目、重いですよね、そして同時にこのコーディネーターに求められる力量といったら、半端なものではないと思われます、そこでこの地域支援生活支援コーディネーター,、えー、相当な力量が必要とされると認識しますが、どのような人材を市は、 想定してどういうところに委託をしていくお考えなのか、説明してください健康福支部長、えー。地域生活支援コーディネーター、議員お正だしのとおり、スキル、力量がかなりないと、コーディネーター機能があの立ち行かないという認識は持ってございます。特に親なき後ととということを考えますと 親の世代、いわゆる高齢福祉部門、こちらにも精通していなければ、なかなかコーディネートというのはできませんので、もちろん社会福祉士などの資格はもちろんですが、長年にわたって障害者、それから高齢者の相談を受けてきたというような力量は必要になるかというふうに考えております。そういった意味で えーまあ、障害者のサービスで相談業務を担っているところはあるわけですけれども、の一定の基準としては、えー、ある程度の年数を、えー、相談業務をこなしてい,い,いただいていると、それからあのあのこのコーディネーターは1000人になりますので、そういう人材を確保できる事業所というところをあの委託先として考えていきたいというふうに考えて横山辻議員。 説明のとおり、えー、非常にこう高度な、そして経験、知識、技能、さまざまな意味では、非常に、えー、スキルの経験のある方が必要だなということを、えー、思いますで。それでは、その委託先の選定はどのようにするのか、その手法、説明してください健康福祉部長、はい。お答えいたします。 今ほどご答弁申し上げましたように、えー、その相談を担っている事業所のかなりのおスキルがないとあのなかなか厳しいということでございますだからもう一つが先ほど申し上げましたように、えー、ある程度の年数あの、相談業務に携わっている事業者というのがございますので、そういった事業者の中から、えー コーディネーターを、コーディネーターの厳しい基準を配置できるという業者を選定してまいりますが、選定の方法については、委託でございますので、適切な方法で選定してまいりたいというふうに考えてございます横山知事まあ委託先が決まって、そしてそこで人材を育成して、コーディネーターをこう継続的に育成していく、そういう意味では、委託すればそれで終わりではない。 えー、市には例えば認知症地域支援員というものが配置されて、1名配置され、2名配置されていますが、えー、今後ですね、その委託先任せにするのではなくて、えー、やはり市がそこは主導していくという部分、どうしてもこう必要になってくると思いますが、委託先と市の,その関係について、市はどのようにこう引っ張っていくのか、えー、リードしていくのか、そこについて、最後。 お答えいたしますもちろん、この業務を委託して終わりということではございません。最初にこういう支援が必要な世帯というのは、さまざまなところから掘り起こす必要があるというふうに思います。もちろん 障害者の事業者、それから相談窓口にもおいでになりますけれども、もちろん市の窓口の方にもおいでになるということでございますので、それをご紹介するというのはもちろんですが、うまく機能するような会議なんかも定例的に設けていきたいというふうに考えております。でもう一つ、あの ですけれどもこの第4期の障害者福祉計画には、面的整備をすると、一番最初のでご答弁申し上げましたけれども、その中で、やはりその緊急に入所できるショートステイの施設、あるいは体験をできるグループホームを1箇所以上設けるという計画になってございますので、これについて、このコーディネーターを配置するというのは、 その第一歩というふうに捉えておりますので、そのショートステイなり、グループホームの体験利用の枠を確保するということにつきましては、平成28年度以降の行政評価で、町内で大いに議論をして進めてまいりたいというふうに考えてございます。横山障害をを持っっててている方にとってそれを面倒見てきた親御さんが 私が亡くなったらばこの子はどうなるんだろうかというそういう不安思いを持って障害を持つ子どもをずっと見てきた親御さんは今まで非常に不安を抱えて多かったと思います本事業がぜひ、えー、少しでもそういう親御さんの気持ちを、えー、安心にそして、えーまあ、安定して、えー、迎えられるそういう 事業になることを強く望んでおります。議案第続きまして議案台1号。平成28年度、藍沢浜市一般会計予算歳出の部、第10巻。教育費、第6項。保健体育費、第1目。保健体育総務費、2020。東京オリンピック・パラリンピック関連事業費について伺います。えまず、この、 パラリンピック大会に、これはパラリンピック大会にかかる、まあ、事前キャンプ誘致を呼びかけるための事業であると思われますが、事業費の内訳についてせ説明してください。あ教育部長 えー、平成28年度、東証さんの事業費の内訳ということでございます。あの28年度においては、えー、そういった、えー、オリンピック・パラリンピックにかかる、えー、事前キャンプの誘致という、まあ、いわゆる誘致活動にかかる経費といたしまして、えー、パンフレットの作,作成費ですとか、あるいはホームページ、これについては英文への翻訳、えー、さらに、えー 地方自治体で構成しております、首長連合への負担金ということで、予算を計上させていただいているところでございます。あと、さらにあの、まあ、誘致活動ですので、あの旅費についても計上させていただいているという状況でございます横山淳議員。私の 本当に藍澤熊市がパラリンピックの事前キャンプを受け入れるにあたって本当に可能なのかどうなのかそういうことまで見越した上での事業なのかどうなのかということを明らかにすることですそこで伺いますまず、えー、パラリンピックに関して、えー、まあ呼びかけた国はまあ新聞によりますとモンゴルエクアドルに大使館に市長が赴いて 呼びかけてきたということが報道されましたでこの後はタイにも行くということも、えー、発表さあの、載っていましたけれども、えー、パラリンピックをの事前キャンプを誘致することも含めての、えー、この事業であると思われますが、その確認と、それからパラリンピックをモンゴル、エクアドル、そして今後、タイにも呼びかけていくということでありますが、この 3か国のパラリンピックの現在の競技の状況、選手、そしてエントリー種目等々、えー、分かる範囲で結構ですので、その情報を教えてください。教育部長、えー。東京オリンピック・パラリンピック、えー、にかかる、まあ、取り組みということだと思います。えーまあ、しといたしましては、えー、東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機といたしまして、 そういった事前キャンプ等を誘致しまして、スポーツの振興をはじめ、国際交流の推進、あるいは外国人観光客の誘致促進による観光振興、さらには本州の魅力を世界に発信する好機と捉えまして、これら地域振興に資する各種事業に積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。で現在のの各国ととと交渉状況いいうことでございますが去る2月22日に 市長先頭に、本市とゆかりですとか、あるいは交流のある国のです、ね、大使館を訪問いたしまして、本市のこの事前キャンプ誘致の考え方をお伝えするとともに、各国の意向、あるいは要望等についてお伺いしてきたところでございます。であの まあ、中にはです、ね、ことし、リオデジャネイロオリンピックが開催されるということで、まずはそちらに、えー、なん,んですかあの、集中しているということで、えー、いわゆる東京オリンピックに向けては、今年のリオデジャネイロオリンピックが終了してからというような国もございますし、会津若松市として受け入れするにあたって、どういった、えー、条件を提示していただけるのかというような。あの おお話も伺っております今後、そういったところについては、あの詳細、詰めさせていただきながら、えー継続えー、交渉を継続させていただきたいというふうに思っております横山淳議員、まあ。パラリンピックを呼びかけ、事前誘致を呼びかけているその国の,その選手状況、エントリー状況についての、まあ、今、説明はなかったんですが、まああの えと私の知る限りで、まあ、調査した限りで、例えばこれから市長が大使館に行くであろう、えー、例えばタイですね、これ、えー、夏夏季の大会のみで、過去8大会で、パラリンピックで金メダル13、銀メダル18、銅メダル20を取ってるわけですよ、まあ、そしてそういう国が本市に、えー、事前キャンプとはいえ、来るということは、これ、もし実現したならば、これは私は素晴らしい。 ことだというふうに思っております。まあ、その辺も含めまして、えー、町内で推進会議において、えー、まざな競技内容誘致に向けて、えー、取り組んでこられたと思いますが、パラリンピック大会の事前キャンプを実施するためには、どういう課題があるのか、その辺の競技内容、検討内容も含めて、どのように認識してますか。教育部長。 パラリンピックの事前キャンプの誘致に伴う課題についてということでございます。まあ、あのパラリンピックの事前キャンプを誘致するということになりますと、えー、選手団、役員等が、えー、本市に一定期間、えー、滞在されるということになるわけですで。その受け入れに当たりましては、それぞれの、えー、障害の程度ですとか、あるいは生活様式の違い、こういったことに加えまして、えー、宿泊施設、移動手段、えー、練習施設、 さらにはあの介護、えー、それから通訳といった支援スタッフといった課題が想定されるところでございます。えー、ただあ、これらにつきましてはあの、今までに経験したことのないような案件でもございますので、えー、引き続き課題の抽出について、えー、情報収集等に努めてまいりたいというふうに考えております、うん、<上>横山淳議員。 部長おっしゃるように本当にそういう障害を持った方々が、えー、スポーツをやって、そして、えー、大きな夢と勇気と感動を、えー、もしわれわれ会津若松市民が直接目にする、練習とはいえ、そういうことが目にできる、これは素晴らしいことだと本当に思っております。で今課題ととして、えー、移動ですかか宿泊それから、えー 介護、通訳、さまざまな部分、交通も含めて、さまざまな部分の課題があるということでございましたが、えー、今後ですね、これ、パラリンピックの合宿に来るということが決まったならば、そういう整備をしていくのか、いや、決まる前に、そういうことを考えて、さまざまなユニバーサルデザイン、メンテナンス、そういう部分も含めて、バリアフリーも含めて、準備しながら、いつでも、 タイの皆さん、エクアドルの皆さん、障害があっても、ぜひ合宿に来てくださいよっていうことを、いつでも大丈夫ですよっていうふうに行くのか、そこの考え方、お聞かせください教育部長、えーまあ。パラリンピック受入れに伴う、まあえーまあ、ハード面での も含めての,あの整備ととといいうことだと思いますであの本市におきましては、これまでもユニバーサルデザインということで、えー、公共施設を中心に、えー、整備を進めているという状況にございます。でそういった中で、えーまあ、市のまちづくりの中で、ですねユニバーサルデザイン、あらゆるいはバリアフリーというものを、いわゆる次のオリンピックまでの今後4年間の中で、 えー、整備をするということについては、あの一定程度、まあ、制約もあるかと思いますであのそういったユニバーサルデザイン、あるいはバリアフリーの整備につきましては、えー、これまでの考え方に沿って、えー、進めていくということになろうかと思います横山先ほど今、私申しましたように、タイのパラリンピックの戦績はすごいんです。でこれから市長はタイのの大使館の方に い、えーまあ、いつになるるのかかかちょっととりまませんけど行れると思いますそのタイのパラリンピックに対する、えー、熱の入れようは私、すごいというふうに聞いております、市長、これからタイの大使館を訪ねて、えー、オリンピック・パラリンピックの誘致をが、事前合宿誘致を訴えてこられると思いますけど、パラリンピックについての訴え、どのようにお考えですか市長。はい、えー 2020の東京オリンピック・パラリンピックにかかる事前キャンプほか、さまざまな事業がこれから取り組まなければいけないわけでありますが、あのまあ、議員、ご承知だと思いますが、こういうのはいわゆる交渉ごとですから、あの先方の思いもおありでしょうから、私らの気持ちとしてはもう全面的にと申し上げつつもです、ね、私どもでできる範囲もありますので、 そこはあのまず入り口、交渉の入り口を作っていくことで、えー、順次です、ね相手、相手方の求めるもの、そしてわれわれとして、まあ、議員はパラリンピック、例えばタイは非常にレベルも高くです、ね、す晴らしい結果を残しているのでというご提案もいただきましたので、その辺は個別にやっぱり一つ一つ詰めていかなければです、ね、すべてできるものではありません。 対象国もいずれは絞り込みをせざるを得ない段階になると思いますので、まあ、5月ごろにです、ね、今度、ホストタウンの登録に向けての申請もしていかなければいけませんので、そういう国、県との協議も含めてです、ね、併せて両二並みで進めさせていただければということで、ご理解いただければと思います横山は本議員。 障害を持っていいる子どもたちの小中連携が本当にこう進んでまいりまりしたしかしまだまだ課題も多い中で、えー、本当に本物に触れるパラリンピックの選手の本物の姿に触れるそんな機会が市内のあちこちで、えー、見られればこれは素晴らしい、えー、憧れ夢、えー、勇気につながると思いますので非常に市長の、えー、交渉に。 非常に期待しています。頑張ってきてください。次に行きます。議案第1号。平成28年度、藍沢河岸一般会計予算歳出の部第6巻、農林水産業費。第1項、農業費。第3目、農業振興費。戦略的農業経営確立支援事業費について伺います。えまず、この、え <coughs> 事業、 は、えー、議案書によりますと、米の品質品質低下を防ぐために、えー、米虫、えー、米の害虫でありますカメムシの、えー、駆除のための薬剤散布の補助購入の補助ということでありますが、えー、事業の内容については概要はわかりました。書いてある通りわかりますので。 この現在ですね、カメムシの駆除のために、この薬剤散布が実際、どのように、どの程度、どのくらいの割合で実際行われているのか、現在の米農家ですね、そういう使用状況、利用状況、それからどのくらいの割合であるのか、その辺のカメムシ防除についての現状の薬剤散布の状況について説明していください。 農政部長お答えいたします本事業につきましては、ただいま議員がおただしになりました通りでございまして、会津前の品質向上のためにカメムシ被害の防止をするものでございまして、その被害状況のおおだしだったと思いますけれども、昨年、 あ昨年、失礼しました。本年度3枚、平成27年度3枚の状況で申し上げますと、東北農政局が発表しました1月末時点での検査速報によりますと、県内3枚の2等枚以下に格付けされました理由のうち、 13.5%がカメムシの被害によるものであると発表されております。それを j i 図に置き換えてみますと、まあ、本紙に置き換えてみますと、二頭米移管集荷量約一万九百、一万九千袋のうち約二千六百袋がカメムシ被害により等級格下げとなっている現状にございます。 で、えー、実際のおカメムシの規格規定に定められた基準、被害の基準でございますが、えー、米には1等米から3等米、それ以外というふうにあるわけなんですが、えー、カメムシの被害の特徴であります着色流、これらの被害が、えー 1000粒に1粒の割合で着色流が混じりますと1等米、1000粒に1つであれば1等米、3粒まででしたら2等米、これが7粒まで、7粒出てきますと3等米それ以上になりますと規格外というふうになってございます。それで27年度さんの 防除の状況でございますが、これも j i 図に聞き取りをいたしましたところ、本市の農業者のうちです、ね、約3000名ほど、水稲作付の農業者がおるわけなんですが、このうち743名の方が、カメムシ防除の薬剤を使用され,てるされたということで伺っておりますので、ほぼ4分の1と。 いうことになろうかと思います。で、え、まあ、防除の主な地域でございますけれども、線路沿い、道路沿い、こういったところを中心にですね、あと雑木林等々のところを中心に防除をしていくわけでございますが、対象面積といたしまして、作付け面積がたい4000ヘクタールのうち、 1000、えー、ヘクタールを見込んでおりますので、これも4分の1で、えー、一応、積算したところでございます、そうした内容によりまして、品質向上に努めていきたいと考えているところでございます山淳議員、はいあ,の、まあ約4分の1の農家の方々がやってるという、今までカメムシ駆除をやってるということですけれども、4分の3はカメムシの薬剤散布やってないわけですよね。あの 担当課等の聞き取りの中で、一つ、私自身も勉強になったことではありますが、実はこのカメムシ駆除の薬剤散布というのは、稲の、えー、出水の10日前までを行う、直前にはやるな、それから、えー、米の品種によってはさまざまな対応が違う、出水の時期によっても違う。ところがカメムシは飛んんででいくんですよねだから それぞれの田んぼの違いによっては、えー、その非常に難しい、散布が難しいということを、えー、聞いています。だから4分の3はやってないんじゃないのかなと、まあ、私はそういうふうな分析をしてるんですけれども、えー、このカメムシが大量に発生したことによる、えー、米の品質低下に対して、えー、薬剤散布をする ことの非常にこの難しさがあるからやってない四分の三はやってないと私は思ってんですけど、いかがですか。野瀬部長。お答えいたします。えー、なかなかあの四分の三の方やってないんだろう。それはあの原因は何かというところだと思いますけれども、やはり薬剤散布には費用がかかりますので。 その分あの、農家の負担がかさむわけですから、ここはあの躊躇するところがあろうかと思います、また今あ、専業農家においては、特に専業農家においては、規模拡大によりまして、えー、色彩選別機という機械を入れてです、ね、そちらの方で選別をして出荷をされるということで、品質向上に。 気をしておるわけでございますので、そうしたところから、まあ、実際使ってらっしゃるところは、先ほども言いましたが、線路沿線でありましたり、道路脇でありましたり、雑木林、そういった草刈りが困難なところに集中して、防浄しているということですので、必ずしも全体の4分の3がやってないから、 効果が、というところでは、あ、ありませんで、四分の一。そういうところがあるということで、えー、傍聴させていただくというところでございます。横山杉。うん、わ、私にはちょっと、やっぱ、その辺が、あの、まだ、あの、わからないところであります。まあ、今回、質疑で明らかにしたいことは。本当に、この、米の。 あの頻糖の低下の原因であるこのカメムシを駆除するのに、本当に薬剤散布でいいのかっていうことなわけです。そこで、えー、もう一つお聞きします、えーと。先ほど色彩選別機というのが、あのあごめんなさい、米にカメムシが、あのー、ついて、の米の乳ですね、中身をすった場合には、色がつくという話がありました。でこの色は 色彩選別機ではっきりさせて、色彩選別機で除去することによって、二等米を除去すれば一等米になるというふうにあの、確か聞いたんですけど、まずそこ、間違いないかどうかの答弁をください。もしそうであるならば、この色彩選別機を使って、二等米を一等米に上げるということの方が大事なのじゃないか、薬剤散布じゃなくて。そして草刈りが 困難だと言っても、そういう草刈りのところを,のそのを進めるための補助にすべきなのではないか、何よりも、やはり昆虫をね、薬で殺すっていうのは、これ、生態系にとって基本的に良くないと私は思ってるんですよ、その辺の考え方について。農政部長、えー 3つほどいただいたと思いますが、色彩選別機で、えー、当ててです、ねあの、着色流を除去することで、えー、2等前から2等前にならないように1等前になるのは、それが事実でございます。で、傍、え、受、ー、のやり方あ、2点目ですが、防除のやり方ということでありますと、まず1点目としましては、あ 草刈りが基本になってございます、えー、草刈りにつきましてはあ、出水前の10日前に必ず草を刈りましょうということで、えー、情報資本を流しているわけで、徹底をしているところでございますで、えー。それから色彩選別機、ただ色彩選別機、高額なものでございますので、すべての農家に、えー、行き渡るわけではございません。先ほども言いました、専業農家で、 ある程度、規模拡大しているところでありませんと、費用対効果の部分でなかなか難しいですので、あの機械による選別っていうのは限られた農家なのかなと思っております。そういったところで、えー、やはり、黒、いわゆる軽飯ですね、黒あたりの草刈りについては、農家自らがやるべきだと思いますが、先ほど言いました、線路脇でありましたり、道路脇、 こういった雑木林、こういったところにつきましては、なかなかそこまで手が届かないということで、その周辺については、あの、薬剤の防除ということで考えているところでございます。で、防除に当たりましては、先ほど生態系の話ございましたが、使用基準がございまして、えあと残留基準、そういったものもありますので、その指針にした、あ沿ってですね、えー、 十分指導していくわけでございますが、まずはこの事業を始めるにあたりまして、あの集荷団体に出荷する方々で、組合を作っていただきまして、そこから計画書を出していただく、計画書でその地域も選別してまいりますので、その中で無駄な防除にならないようにです、ね、十分に指導してまいりたいと考えているところでございます。以上です。